真珠種生中耳炎は中耳炎を繰り返すうちに一部の上皮組織が球状に増殖して耳の周りの骨を破壊する病気のこと。球状に増殖した上皮組織は真珠のように見えることから真珠腫という主要ではない。真珠腫は上皮が存在しないはずの個室内に何らかの原因で上皮細胞が侵入して増殖したもの。 先天性の真珠種は、表皮目が個室内に入り込んで増殖したもので、鼓膜とは直接の関係がない。後天性の真珠種は、鼓膜の上皮が個室内に侵入したもので、個室内の減圧状態が続いたことが原因となるケースと、鼓膜に開いた穴が原因となるケースがあって、いずれも、鼓膜と真珠種がくっついている。血や脳の混じった耳だれが出てくる。血の混じった耳だれを、 地小二郎、脳の混じった耳だれを脳性二郎という。また、真珠種の拡大によって徐々に組織が破壊、圧迫されていくにつれ、難聴やめまい、顔面神経麻痺などを生じるようになる。真珠種は骨を溶かす性質が強く、骨破壊が強く見られる。手術療法が唯一の根治療法である。術式としては、真珠種を摘出した後、破壊された、 自傷骨を補う個室形成術が主に行われている。術式によっては脳神経外科医にコンサルタント内視共同手術となることがある。ありがとうございます。